はあ、それでは長らくお待たせいたしました皆様どうぞご注目いただきたいと思います22年目の告白私が殺人犯ですこれよりキャスト監督の登場ということになりますどうぞ皆様大きな拍手でお出迎えくださいキャスト監督の皆さんの登場です 総勢11名の皆様の登場いまいち大きな拍手お願いしますーーさあついにこの日を迎えました、えー、ずらっと並んで壮観な図が目の前に広がっておりますけれども早速ですけれどもお一人ずつご挨拶を頂戴したいというふうに思いますまずは曽根崎雅人役藤原竜也さんどうぞよろしくお願いします,ししま,すまあいよいよですねあのー まこれ去年の夏ぐらいにあの真夏にねあのこのメンバーで撮影しましてようやく完成してまもなく公開となります、えー、先ほどもレッドカーペットを歩いてきてあの皆さんのえ熱い熱を感じることができました本当に1人でも多くの人に見てもらえればいいなと思っております今日は楽しんで帰ってくださいよろししくお願いしますありがとうございます 続きまして牧村公役伊藤秀明さんお願いいたしますごまんは皆さん本日は誠にありがとうございます本当に嬉しいです本当に大変な撮影でした今日でもこんなに熱気を持ったお客さんが集まってくれて本当に報われました作品は衝撃的な内容になっていますが 今日はお時間の許す限り楽しんで帰ってくださいありがとうございましたそれ,だそれ誰ですかそれは誰なんですかいやこういうのでやんないと多分話せないからさ誰か,かではな,ではない<あ>ちょっとオリジナルで,でちょっともう一言だけじゃそれやって,てこんばんは <laughs> 鏡龍太郎になっちゃった今鏡龍太郎ってなんだっけパパはニュースキャスターだよ 達也が余計なこと言って、すみませんでした。今日は、ありがとうございました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。続きまして、岸美春役、かほさん、お願いいたします。はい、えー、こんばんは、かほです。あの、伊藤さんの後に、挨拶するのは、とても緊張するんですけど。<laughs> いいえ、あの、でも、先ほど、あの、レッドカーペット歩いてきて、えー、今日もたくさんの方に来ていただいて。あのー、これから、来月の公開に向けて、えー、この映画をいろいろ盛り上げていけたらいいなと思います。えー、今日は最後まで、楽しんでいってください。ありがとうございます。えー、続きまして、小野寺匠役、野村修平さんです。お願いいたします。おはようございます。野村修平です。先ほど、レッドカーペットを歩かしていただいて。 すごい楽しかったですね、伊藤さんすごい楽しくて、伊藤さんもすごいテンション上がってましたよねすごいサインいっぱい書いてましたもんねそうだなは、えー、この作品は、まあ今が旬の伊藤英明さんが主演を攻められていて主演、<え>もう今年より42なんだけどあ、42ですかまだ大丈夫これからバンバン、あの右肩上がりの伊藤英明さんをこれからもよろしくお願いします、えーえー、楽しい時間にしたいと思いますので、応援よろしくお願いします ありがとうございます。えー、続きまして、牧村理カ役石橋アンナさんお願いいたします。牧村理カを演じました石橋アンナです。えー、去年の夏に撮った作品がこうしていよいよ始まるんだなと思うとすごくドキドキします、えー。皆さん今日は楽しんでいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、春日部信二役龍星涼さんお願いいたします。はい。 有生の命です、えー。本当にこの暑い夏にすごい暑い男を演じさせてもらいました。あのすごいこの作品と出てるキャストの先輩方たちとかのあの熱量っていうものを今日見てあの持ち帰ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。続きまして戸田翔役早乙女太一さんです。お願いいたします。早乙女太一です。皆さん今日はありがとうございます。 えっと本当に見どころがたくさん詰まった作品になっていますあの皆さんぜひ楽しんでいってくださいよろしくお願いしますありがとうございます、えー、続きまして滝幸弘役平田充さんですお願いします平田充です、えー、最後まで目が離せない映画だと思いますしっかりご覧になってくださいよろしくありがとうございます 続きまして立花大輔役岩木光一さんですお願いいたしますこんばんは岩木です、えー、この中では多分一番あのジジイだと思いますけど夏の中暑い中頑張って、えー、ジョークレイやってみました、えー、今日も上がってましたけどもね、えー、ここに立つまで何話すんだろうと思って上がってましたけども秀明とはもう、えー、10, 10代の時から一緒に遊んでますけどねこんなふざけたやつだとは思いませんでした <laughs> 緊張がいっぺんにとれました。ありがとうございます。コメント聞っかけで、別に全然ふざけてないんですけどね。そうですよね。あ、そうなの。はい。いやいや、人間的にちょっとふざけたりつかなとるほど、なるほど。いやいやそれ、先入観です。最高だったよ、ね。先入観です。<laughs> <laughs> 続きまして、仙道敏夫役、中村徹さんです。 ああ中村です、えー。今日はありがとうございます。えー、と今から十数年前に、えー、同じ船の上で伊藤英明君と、えー、なぜか T シャツを脱いで腕立て伏せをしていたんですけど、えー、なぜか反強制的に <laughs> ああ、りがとうございます。<laughs> その船から降ろされて英、えー、明が乗っていく船を見送って。 ているときにきっと、きっとこの船はすごい後悔をするだろうな、大ヒットするだろうなと思ってたら、案の定そうなって。えー、その船に乗れなかった悔しい思いを、この映画でリベンジできたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。そんな裏テーマがあったんですね。<laughs> なるほど、ね。さあ、そして最後に本作のメガホンを取られました。入江、入江監督です。どうも、入江です。<laughs> 中村さんがそんな思いを持って望んでると思わなかったです。<laughs> いや本当にあの今ご覧いただいたようにすごいキャストの方々であの本当に自分はこの方たちを中心に仕事をしたんだろうかって思うんですけどあの無事に完成しました、ぜひ楽しんで帰ってください。よろししくお願いいまますすありがとうございます